オスカーシャム原子力発電所は、現在も稼働中のスウェーデンの原子力発電所。バルト海沿いのカルマル海峡近郊のオスカルスハムン北部 30km の地点にあり、3基の原子炉が稼働中で、スウェーデンの必要電力のおおよそ10%を生産している。すべての原子炉は沸騰水型原子炉である。1号機は487メガワット。 2号機は627メガワット、最新の3号機は1194メガワットの出力を持つ。これによって、オスカーシャム原子力発電所は、北欧地域で最大の発電施設となっている。敷地内に、クラブという使用済み核燃料の中間貯蔵施設が設けられており、スウェーデン国内の使用済み燃料が貯蔵されている。オークグが運転を任されており、 その後1993年に、オーク部は、シドクラフトに買収され、現在は、シドクラフトの後ろ身である、EON 滑り家が運用している。EON が54.5%を、ホータムが45.5%を所有している2006年7月25日、同系のフォルスマルク原子力発電所が、電気系統事故で停止した後、1号機と2号機も安全対策として、 運転を停止した。これは、非常時に自動運転を始める、はずのディーゼル発電機の故障に起因するものだった。後に問題に対処するため、すべての原子炉に、修正のための変更が行われた。2008年5月21日、ノルウェーカミフトンポーストンやスウェーデン市、ローテンボロードットと、 ザ・ローカルは入場チェックで溶接作業員のキャリーバッグと手から爆発物の成分の痕跡が見つかり逮捕されたと報じた。どうや、原子力チームが施設を一掃できるように1号機は停止させられた。捜査の途中、カルマル警察の代表者、スベン・エイリック・カールソンは報道機関に対し、その溶接作業員が水曜日の朝プラントへの出勤する際に、 手荷物などから比較的少量の爆発物が検出されたため逮捕したと述べた。後に爆発物の成分はマニキュア由来のものであり、この事件は原子炉や安全面には何の関係もなかったことが分かった。2号機と3号機は現在出力と安全性の向上を行っている。特に3号機は世界で最も強力な1450ムーを発電できる。 沸騰性型原子炉に改良することが計画されている。これまでに到達した最大の発電量は1260ムーである。アップグレードのために原子炉は2010年を通じて長期保守停止で送電網とのつながりは不規則である。2号機は数回のステップを踏んでアップグレードされ、2011年には最大で熱出力2300メガワット。 電気出力840ーの能力を持っている。2016年2月16日に、オークグは1号機を運転開始から45年を迎える2017年6月30日に閉鎖し、運転期間を60年に延長するため大規模な安全性改良工事で停止中だった2号機についても再稼働させずに早期閉鎖すると発表した。これは、大株主である EON の勧告を受けて2015年10月の臨時株主総会で決定した方針に従ったもので、その後の検討の結果、計画停止時期に合わせて閉鎖することが全体として最良のタイミングであると判断したという。また、オークグは、閉鎖は安全性の問題によるものではなく、電力価格低迷の長期化や原子力税の増額などにより1号機、2号機の 運転を継続しても経済的利益が伴わないためであり、3号機については技術的な寿命を迎える2045年まで運転を継続するとした。ありがとうございます。